私も若かったし、ハンデがあったということもあって、安らぎよりも厳しさであの子に当たってきたな、すごい反省を今してて、後の祭りでしょうかね。新太郎、新年の抱負は？幸せと幸せにやりたいと思うんだよ。幸せっていうのは何だ？まあ、いい人で、いい人でね。楽しみにしてたのに、あ、やっと引退してくれるって。まあ、やっぱりもう本当に平たく言っちゃえばもう、S と M だからね。あっさりしたもんじゃ許してくれないと思うしね。とんでやっててリケーションに、おめでとう。では、まずは引退をします。そして最後は、そして最後はお前だ。